ででん、なんと5月10日に子供が生まれます。ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。皆さんのおかげです。9月からここ、まあ、今12月になりましたけど、どうでしたか、過酷な動画撮影は。いや、マジで9月の3日にその八朔祭りがあって、うん、そもそも、もう八朔祭りの時点で結構具合悪かったよ、私。そうやな。てか結構、もう一番初期が一番具合悪かったかもしれない。ああ、はいはい、確かに。なんかね、初期と初期から3週間後ぐらい。うん、なんか、6週ぐらいと11週から13週ぐらい。2ヶ月、3ヶ月ぐらいか。うん。やっぱみんながその、ツアリって言われる時期の、はい、まあちょっと、最初と最後がすっごいきつかったから、八朔祭りはね、3時間ぐらいね、日に当たるところで撮影してたのね。確かに。めちゃめちゃ暑くて、それが。確かに。もう本当に気持ち悪かった。しかも、まあ歩いたしな。うん。いやもう、やばいんじゃないかなって思うぐらい気持ち悪くて。で、その後、北海道行ったじゃない。うん。北海道の時は、もうパッタリなかったの。もう、ああ、そうなの。めちゃめちゃ元気だったわけ。はい、はい、確かに。もう具合が悪いとかなかった、全然。確かに。次なんだろう。あれだ。違うわ。北海道行く前にあれがあったわ。まず、発覚したのが八朔祭りの、うん、2日前ぐらいに、検査薬使って、はい、なんかすっごいトイレが近いなって思ってたの。ああ、はいはい。で、それで、検査薬使って、いや、ちょっと検査薬壊れてるんじゃないと思って、うん、で、次の日やって、八朔祭りだったの、うん。その時はもうすっごい具合悪くて、うん、気持ちが悪かったんだよね、うん。でも前の日に、うん、多分遊びに出てたっていうか、その、実家に帰ってたのかな、うん、なんか外に出てたから、なんかそれで、休みの日っていうか、なんて、違う日に、外出てんのに、なんで当日具合悪いんかいみたいな感じ思ってたよ。で、機嫌悪いなと、バスが行っちゃったので、めちゃめちゃピークに機嫌悪かったよね、うん。それで、あ、行った方がいいかなと思って、うん、まあその報告をしました。確かに。まあ、それカットしてたからね。また別の動画で見てもらえればっていう感じで。そうですね。前日にシオンが遊びに行ってて、俺的にはその八朔祭り行くの分かってんのに、前日調子悪いんやったら、じゃあお前行くなよみたいな。いや、確かにね。動画もあるし、祭り行くって分かってんのにみたいなね。そうそうそう。でもその、用事行った人たちも、まさきも知らないじゃない、どっちも。うん、だから言えないのよ、自分から具合が悪いってことは。妊娠してるって。そうそう、言えないから具合が悪いって言えずに。系で行こうみたいな。そうそうそう。けどまあ、バスで1時間半座らないといけないっていうのと、うん、まあ、そのそこから3時間4時間撮影をしないといけないっていうので、うん、もう脱水症状起きるんじゃないかっていうのと、うん、もう本当にいろいろ不安だった、うん、もしかしたら流産しちゃうかもとかいろいろ心配で、うん、っていう感じでしたね。次は例大祭。これが伝説本当に例大祭一番やばかったのが、うん、2箇所で撮影しないといけなかったのね。まあ2箇所で撮ろうかなみたいな。藤崎宮をもともと私が撮るって言ってたんだけど、うん、場所が遠いから自転車まず乗れないし、うん、歩けないから、うん、近い方だな。そう、近い方へ私に行こうってなって、木いっぱいあるから日陰で撮れるかなっていう俺の優しさでやったんやけど、うん、日本銀行のところの折り返し地点だと、うん、馬追いが撮れないっていう話になって、うん、カメラマンがすごい集まってた、うん、もう日がカンカンに照るところがあったよね折り返し地点の U ターンのな。そう、はいはい、そこで、4時間、うん、撮影をしたよ、パチッパで、うん、マジできつくて、うん、この時は本当に、あ、倒れるかもと思った。あ、途中でね、飲み物持ってきてくれたじゃない、うん、一緒にその撮影してたね、おじいちゃんが、飴くれたりとか、三脚をね、貸してくれたりとかして、うんうん、乗り切ったけど、本当にあの時きつかった。熱中症だった。熱中症だった。もう普通に脱水症状起きてね。で、うん、次は北海道。北海道はさ、ぱったりだったのに、うん、もう全然何もなかった。吐き気もないし、お腹も痛くないし、超絶好調だった。だから、何だったんかなって思うぐらい。飛行機も全然しんどくなかったし、行ってる間も全然本当に元気だったよね。うん。もうそっか、でも八代の花火とかも、もうそんなに。うん、八代の花火も全然元気だった。まあちょっと寒かったなっていう感じはあったけど、まあ歩いててしんどいとかはなかった。うん。あとは、なんかあったかな、買ったこと。あと、バルーンフェスタ。バルーンフェスタやか。バルーンフェスタはマジで、例大祭もきつかったけど、フェスすごかったよね。まず朝が早すぎる。もうほぼ寝れてない、うん。ほぼ寝れてなくて、着、うん、いて鬼歩かされる、うん。で、その後、3時間外で待つ。もう一番ダメなんよ、うん。長距離歩くのと、
寒いの、うん、ありえんけん、マジで妊婦からしたらもうマジで本当ありえんと思った。あんなにきついと思わなくて、そっちでね、仮眠取って、もう家に帰ったらもうね、ボタンって来てた、うん、本当にあのお腹の子には感謝っていうか、マジでいい子すぎてびっくりする。もう今日もね、そうだけど、こうやって寒い中ね、長時間歩いてても12キロ、うん、お腹がすっごいもうなんかありえないぐらい張ったりとか、うん、お腹痛いとか具合が悪いってならないから、本当に様々、うん、赤様様です。本当に本当に、だって普通ありえないっていうか、すごいね、元気な妊婦さんもたくさんいるからあれだけど、やっぱね、大変な人もたくさんいる中でね、予定通りのサイズ感で育ってくれてるの本当にありがたいかなって思います。阿蘇観光も大丈夫？そうだね、阿蘇観光はね、なんかルンルンやったの、うん、まあ具合も良かったっていうのもあるし、やっぱ他ので慣れちゃってる他ので、そうそうそう、他で慣れちゃってると、うん、ちょっと坂道上がるぐらいはまあいいかね。ただまあほら、妊婦でもちゃんと運動しないとね、結局太ったりしすぎたりすると体力なくなってお産の時にあの困るから、うん、まあ、今からはまあ安定期減ったし、体力をつける意味でもこうやって長時間歩いたりするのは休憩しつつね、大事かなと思います。あとはね、まあ、あの焼肉とかの動画とか撮るときに、うん、まあ、ユッケ食べられないとか、あ、はい、海鮮いけない、そう、ね、北海道の時に海鮮食べられないとか、もう北海道で海鮮食べられないって相当悔しいよ、しかしたと、もう本当に確かに、もうお寿司大好きマンだけで、冬になったら絶対スーパーでね、生牡蠣買って、うん、まあ、1日1パック食べてたもんね、去年、うん、それぐらい大好きだから、まあしんどいけど、まあでも折り返し地点ね、に立って確かに、まあ、今しか味わえないこの気持ちと体の感じをかみしめて、まあ、産後に目いっぱいもう寿司食べるくらいになって、まだ妊活と妊娠中と産後のね、動画は随時ね上げていきますので、皆さんまたそちらの方もチェックしていただければと思います、はいはい、あれだね、いろいろ大変なね動画撮影あったけど、うん、もうほとんどあの生活に関しては全く支障をきたしてないから、うん、本当に私からするとこれだけはちょっと言わせてください。もう洗濯掃除、皿洗い、ご飯作るのもね、うん、もう基本的にもう8割9割ぐらいもうやってくれてるんでもう私は動画の時にちょっと文句言いつつ頑張ってるけど、うん、生活に関してはもう全くなんていうかな、本当にあの世の中の旦那さん見習えっていうぐらい、私が何もしてないっていうそれはカットもうご飯はね、うん、作るけどね、もう洗濯に関してはね、もうあの洗濯機がこう上げるっていう動作がもう嫌すぎて、あの絡まるやん、うん、もうあれが嫌すぎてやらないっていう、と干すところが全部高いの、だけどもう今の家だ、そう、まさき専用になってるじゃん、うん、だからもう干せないの私が、うん、っていうのはある。だからもう諦めてるっていうところもある。またね、その妊婦の一日とかね、そうやね、まさき含めた一日ルーティン、そう、ルーティンとかなんか撮って、どんな感じで生活してるかとか、今まで明かされてなかった部分を明かしていく感じで、うん、なんかまあ参考になればね、なんか、はい、そういう、なんだろう、旦那さんが増えたらいいかなっていう、はいはいはい、また新たな一面もね、これをきっかけにもう提供していこうかなと思いますんで、はい、またパワーアップしていきます、僕らのチャンネルも、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ。バイバイ。